はい、どうもこんにちは、松井塾の松井です。さあ、今日は歴史書ということで、北畠親房の、人皇昇討記というのを見ていきましょう。よろしいでしょうか。はい、北畠親房の、人皇昇討記ということになりますが、まあ、これ簡単に言うとどういうことかっていうと、この時代南北朝時代なんで、南朝と北朝って2つ分かれてるんですよね。だから、南朝こそ正義っていうことなんですね。はい。南朝こそが正義であって、北朝間違っていくからっていうタイプですね。はい。で、自分の所属している勢力の悪口書いて、相手の勢力ベタ褒めしてたら気持ち悪いですから。だから歴史書なんて基本的には本当のこと書かないと私がよく言うのはそういうことで、北畠親房は南朝の勢力なわけですね。だから人皇昇討記っていうのを書いて、いやだから南朝がこうこうこうでやってるのが南朝こそ正義だろっていうことを歴史書に書いてると。いうことになるわけですね。じゃあ当然北朝側にもありますかって、北朝側にももちろんありますということになります。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。